今日はねこのパンダエクスプレスでね久しぶりに買ってみようと思います。で場所自体は以前ね、レドンドビーチの方で、パンダエクスプレスの動画撮ったと思うんだけども、それコロナ禍前かコロナ後だったかなんで、また値段とかもねちょっと違ってると思うんで早速ね買ってみようね。てか買ったんだけどね、もうすでにねこれなんだけどね。今日はねまた違うところのねパンダエクスプレス来てみました。で昔動画撮った時よりもね値段はもしかしたら上がってるのかなとは思うんだけども、今日はね一番大きいプレート、ビガープレートってやつをね3品頼めるやつ、それをね買ってみようと思います。なのでまずチャーハンのねフライドライスと、あとこのエビマヨ確定だね。あでここもハンバーグハーフってできるんだね。だからチャーハンとか焼きそば、ね、でこのチリの辛いやつよりはマヨネーズのね、ハニーこのねマヨネーズなのかな、それのマヨネーズのこれなんだっけ、マヨネーズのエビどれなのかな。あっち側の方が良さそうだね。あ、ハロー。Can I have a one bigger plate? Half and half? あ、これ。ちょっとこう、ハーフ&ハーフで。香港エクスプレス。And can I have this one, shrimp? And this one, please. Yes. And that one, black pepper. Yes. And that's all. で種類としてはこんな感じであるみたいなね。春巻き、よくわかんない。Yes. でこれね、いつも最近特にお話してるけども、日本人の英語系 YouTuber の英語って結局 Can I have だけ Can I get って。でそれがね英語の、ね、動画を作り始めた時に買ってみましたみたいな感じ、それをずっと繰り返してるでしょ、もう5年とか10年のスパンで。だから私がお話するように中学校とか高校の、ね、英語で十分だから。あ、これ新しく交換だね。でこの北京ビーフ、でこれがあれなんだね、クリームチーズラグーンってやつ、でこれは鶏肉なのかな、まあそんな感じで、ジュースが欲しければここでジュースを頼んだり、あそこでジュースを頼んだり、一応ねこんな感じでメニュー表はこんな感じになってるので、アメリカ来た時参考にしてもらえればなと思います。それとね買うとねこのフォーチュンクッキーっていうのをもらえるからね。でフォーチュンクッキーおみくじみたいなもんだね。これもともと中国のものではなくて日本人のね日系人の人が考えたみたいで、それが広がったみたいだけどね。でここはね先日動画撮った餃子屋さん、新しくできたここもいいよね。動画撮ったんだけどこれね日系のね新選組っていうレストランだけど、私はね実はここねそんな入ったことねえんだな、特に美味しいなとも正直あまり思えなかったので、十何年こっちに暮らしてね、ガキの頃じゃなくてね、それで何回本当数えるくらい片手で足りてしまう、まあ、好きな人は好きなんだろうけど私は、あまり日本食としてはあまりもう普通かなって感じなんで、片手で足りるくらいだね、十何年住んで行ったのって。むしろこの目の前のイン&アウトバーガーの方が数え切れないって感じかな、だからあれだよ、個人的にだから日本帰れば、ね、食べられるなみたいなもんだと思ってるんで、まあ、別にディスってるわけじゃないんだけど、日高屋とかさ、あとなんだろう、大戸屋、
いやでも大戸屋の方がなんかまだいろんな高級感みたいな、いろんななんて言うんだろう、どうしてもねやっぱりなんだろう、日高屋とかその福神とかそっちの方がね、あもちろん あのアメリカにはないんだけどさ、福神なんてさ、あれは豊島区とか練馬区とかね、あと大戸屋はニューヨークにあるけど、もともとはあの池袋だからね、ただロサンゼルスにはないんだよな大戸屋っていうのは。まあ、アメリカの大戸屋はむちゃくちゃ高いらしいし、つい最近というかね、あの大戸屋で久しぶりに池袋の大戸屋で食べた時もなんか高えなとは思ったけど、まあ、それでも私は大戸屋は好きだな。そしてね朝からね、私そういえば何も食べてないからビッグマックも食いたいなと思ったんだよね。であのサブウェイも隣にあるんだけどさ、まあ、普通にあの歩いてこうね歩道歩いて行けるんだけど、やっぱりね、日本のさサブウェイとかもさ難しいじゃん。だから前さ あそこのサブウェイで英語で買ったけどさ、一番いいのはさもうなんていうのベーシックなやつを頼むしかないんだよね。そのあれ入れてください、これ入れてください、そもそも何があるのか未だにさっぱり分かんなくてさ。でマクドナルドはあとアプリがね使えてね、まあサブウェイも使えるんだろうけど楽なわけですよ。でビッグマック食いたいなと思ったんで、でそうするとねもうアプリっていうか起動させたので、ビッグマックを一つ買うとこれいいのかな。であとはチキン、あこれじゃねえよ、バーガーだけで、でビッグマックをして、でそうするとほら一つフリーになるんで、ここだね、あとはチキンを私買いたいんだな、マックチキンを。そうすると5ドルで済むんで、でチキンだね、チキンで、ね、これ前ねチキンの方がね、ほらこれ明らかにおかしいでしょ。スパイシーの方が値段安くて、チキンの方が安いんだぜ。でこれで、マックチキンね買って、でいらないよっていうことなので、これね、でこのサプライズとかってなってるけど、これねマックチキンなんだね。確かマックチキンはねなぜか2つ買うとね安くなるのよ。でアプリ使って一つただでしょビッグマック。よし買ったぞ、チキン2つにマックチキンと、あとはビッグマックだね。ビッグマックちっけえよ、前もお話したけど、もう前も見せてるんでね、何度もやらないけどさ、どれくらいちっけえかっていうと、もうスモールマックだからね、もうほらこれくらいだからね大きさね、私の大人の指でも足りないくらい、これスモールマック。まあでも私はねビッグマック好きなんだね、スモールマックだから。さあ帰ろう。というわけでね、パンダエキスプレスで買ったやつが焼きそばとチャーハンと、これエビのマヨネーズだと思うんだけど、これなんかわからないやつと、お肉のちょっとスパイシー、多分胡椒だよね。量としてはいつも言ってる私の香港エキスプレスよりはやっぱり量は少ないって感じだね。まあ、あとは味の好みっていうものと、エビがこういうふうにエビのみでね提供されてるというか商品としてあるっていうのは、まあ、プラスポイントなのかなみたいな。まあ香港エキスプレスいつも言ってるんで、飽きたらパンダエキスプレスでもいいのかなと思ってね、久しぶりに何年かぶりに買ってみたね。一つ言えるのはパンダエキスプレスだろうが香港エクスプレスだろうが、やっぱりチャーハンはね、日本のチャーハンの方が明らかに何倍も美味しいよね。パサパサして、なんて言うんだろう、日本もねパサパサみたいな感じで揚げたりするけど、なんか違うんだな本当に。米自体にしっとり感がないっていうか、でパサパサ
してるみたいな感じなんで、うーん、日本のやっぱりチャーハンが恋しいかなって感じだよね。